どうも皆さんこんばんは。皆さんこんばんは。どうもどうもこんばんは。先ほどぶりです。どうもどうも皆さんこんばんは。さっきの今日のサムネイル、画像の加工をするのを忘れてました。どうもどうも皆さんこんばんは。ではちょっとコメントを読んでいこうと思います。皆さん今日の晩ご飯は何でしたか？バン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 。昨日私が生配信の時におすすめのなんかカントリー調ちょっと爽やかな感じの曲もしあったら教えてくださいっていうのを言いました時に言いましたら、DM で送ってくださった方がおられまして、すごくありがとうございます。よし、高橋優子さん、まこみさん、みきさん、あかねさん、サーズデーさん、バビさん、パンビューリさん、沢村さん、ありがとうございます。どうもドリちゃんさんこんばんは。はい、さてさてさてと今日ちょっと5分遅れて生配信中でございます。佐賀さんどうもこんばんは。何歌いましょう。じゃああの今日私インスタライブをしたんですけども、そこで歌った新曲を歌おうと思います。なんでもないや。じゃあ先に新曲を歌おうと思います。探してる。
しよう。ありがとうございます。私、寺田もかで新曲を歌いました。この曲はまだタイトルが決まっておらず、先ほどねインスタライブの時に皆さんになんかタイトルの案をいただいたところでございます。ちーちゃんさん、どうもこんばんは。なんか喉痛いよね。太陽の塔、歌詞気になってて、さっきのねインスタライブの時に勝手に私が歌ってる途中に「太陽の塔」っていう曲があるんですけど、その曲説明を歌いながらしたっていう感じです。 YouTube ライブでもやりましょうかね、太陽の塔。ちょっとビッグです。今日は私太陽の塔ほんまに好きで、なんかすごいんやけど耳障りみたいな、かゆ。こんばんは、皆さんありがとうございます。今日はグラタン、焼肉いいな、焼肉、焼き鳥、オムライス、ハンバーグ、いいな、いいな。先ほどのインスタライブはアーカイブに多分上がってます、上げましたのでよかったら見てみてください。よいしょ。さっき電波悪かった、あ、嘘、私か、ありがとうございます、ごめんなさいね、電波が。なんでもないや、あれさっき見かけたんですけどね。今日はちゃんとアーカイブ残ってました。よかった、よかったらね、よかったらよかったらっていうか、ぜひアーカイブ見てみてください。よいしょ。ああ、よし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 。さっきインスタライブが終わってからこの YouTube ライブまで1時間あったんですけど、完全にうとうとしてましたすいません、今日はいつもよりね、最近夜更かしすごいしてしまってるので、いつもより早く寝て明日も早起きしようと思います。いつも後がってた父の言葉が、今日は暖かく感じました。優しさも笑顔も夢の語り方も、知らなくて全部君を真似たよ。もう少しだけでいい、あと少しだけでいい、もう少しだけでいいから、もう少しだけでいい、あと少しだけでいい、もう少しだけくっついていようか。僕らタイムフライヤー、時を駆け上がるクライマー、時のかくれんぼはぐれっこはもう嫌なんだ。嬉しくて泣くのは、悲しくて笑うのは、君の心が君を追い越したんだよ。
世界にも何かの意味はきっとあって、でも君のいない世界など夏休みのない8月の夜、君のいない世界など笑うことないサンタの夜、君のいない世界などこの続き6フレットとかが出てて、6フレットとかがね出てくるので難しいですね。キーチェンジっていうのがこの先にありまして、ありがとうございます。なんでもないやっていう曲でした。君の名はバッチリ見てましたね。あのテレビのやつも見ましたし、私ラッドウィンプスさんすごい好きなんですよ。だからなんかなおさら好きでした。うまいですね、ありがとうございます。おちかさんどうもこんばんは、ありがとうございます。さあシャーさん、間違っちゃいない、間違っちゃいない、そう私ちょっとわからないですね、ごめんなさい、聞いてみます。間違っちゃいない、間違っちゃいない。あやかさんで虹色、もゆかさんこんばんは。声が眠そう、嘘、そんなですよ、そこまで、そうそう、それはちょっと申し訳ない。そう間違っちゃいない、あそうなんだ、聞いてみます、間違っちゃいない。ではピック、まあ、いいや、太陽の塔のちょっとまあ私がね、私太陽の塔っていう曲を持ってるんですけど、自分の曲でその曲説明も歌いながら入れていきたいと思うので、皆さんぜひ何やろノリノリでいきましょう。では太陽の塔と共に太陽の塔を歌っていきます。聴いてください、太陽の塔。キー間違えてた。では改めまして聞いてください、太陽の塔。揺れるものに目を向け、思うままに息をする、好きなもんは好きやねんってわけなく思いたいねん。無限に広がる空の吹き抜けた風の向こうで、息を吸って吐いたなら深呼吸の続きをしよう。つま先立ちで手を伸ばして、何年後か先の未来を指さす微笑みを光らせ、何年後か先の未来へ。ほんま好き、めっちゃ好きやね。時は黄金で今は太陽、背負うのは過去の黒い太陽、また行こうな両手広げてあの場所へ。
つま先立ちで手を伸ばして、何年後か先の未来を、一人やけど一人じゃなくて、あなたもあなたも一人じゃない、ほんま好き、めっちゃ好きやねん、ほんま好き、めっちゃ好きやねん。ありがとうございます。ふっ、へい、へい、ありがとうございました。太陽の塔っていう曲になります。めっちゃ好きやねん。私あの大阪府出身の18歳のシンガーソングライターです。で大阪っていうこともあって、太陽の塔すごく好きで、で太陽の塔っていう、なんやろ、タイトルでちょっと太陽の塔の要素も入れながら作った関西弁の曲になります。この太陽の塔っていう曲は、今のこの短時間で太陽の塔って15回くらい言いましたね。ありがとうございました。ギターに名前つけてますか？モカオですね、これはもう完全にモカオです。もう寺田モカです、これは。なんか前つけてた気がしますね。よし、じゃあノリノリになったというところで、明日の自分を探すように、光をつかむように、手を伸ばしながら空に向かって叫んだ。隠した思いも溜めた涙も、明日生きる力となれ、音楽で世界は変わる、音楽であなたは変わる、音楽で世界を変える、音楽であなたを変える、音楽であなたは変わる。はい、ありがとうございました。皆さん今日も今日とて寺田モカのモカオチャンネル、お家で弾き語り生配信ライブをご覧いただきありがとうございます。ちょっとじゃあ最後コメントをね、読ませていただきたいと思います。へい、おととし内部見学ツアー行ったよ。あ、太陽の塔の私も行きました。もう感動。今もやってるのかな。やってないか、やってないわ。期限とかももしかしたら終わってるか。この状況が良くなった時にね、もう一度太陽の塔に会いに行きます。私は。皆さん本当にありがとうございました。あゆみさんどうもありがとうございます。明日生きる力になれ、明日の光っていう音楽を最後にお届けしました。皆さんまた明日夜の10時から毎日生配信やっております。5月6日までですか。もうちょっとですね、最後も精一杯突っ走っていきたいと思います。皆さんにとってなんか暇つぶしとか楽しみになればなと思っています。よかったら明日も遊びにいらしてください。ではありがとうございました。バイバーイ、また明日、おやすみなさい。